はい、でね、これサンプルお借りしております。で、こちらお返しするんですけど、片付け後はね、こう芋煮片付けしてると思うんですけど、かなりこう、あるね、こんにちは。いやー、僕ね、やっぱりね、時代は後取りだと思うんですよ。いや、やっぱ後取りのグローブ最高ですよねっていうやつに限って、大体買うの無難なショートサード用。どうも、どうだです。今回ですけども、もう T シャツ見てもらったら分かる通り、この前ね、コメント欄にもいただいた通り、あのブリッツ紹介してくださいっていう風に言われたと思うんですけど、とある方がまたですね、情報提供をいただいて、ブリッツってあんねんやみたいなこと言ってて、お電話したところ、実際と動画結構見てくれてる人で、やったーと思いながら、なんとかグローブあれば、皆さんにご紹介したいということで、僕がお願いしたところ、今回なんか T シャツをいただきました。はい、別に取り扱うっていうわけじゃないんですけど、 T シャツいただきまして、これがブリッツでございます。で、グローブなんですけど、まずサンプルのこのグローブ、じゃじゃん、こんな感じでございます。で、これ公式のグローブでして、結構小型で、またね、大井くんがあのこれで、ノック受けてる動画出すと思うんですけど、しばしその時までお待ちください。で、雰囲気としては個人的にはなんか久保田スラッガーのグローブにすごく似てるような雰囲気がしたので、もう革の馴染みとか、あ、もう、あ、これだったら肩つけれるというか、あのつけ慣れた感じの革ですね。はい、こんな感じでございます。これも後で見ていきますんで、はい。で、どんなメーカーなんですかっていう話ですよね。ブリッツって何のメーカー、なんかね、思うと思うんですけど、なんか可愛くないですか、これとかも。そうなんですよ。その堅苦しいイメージを壊したい、破壊したい、そしてやっぱり破壊したいっていうのは、ちょっとこう自由な、解放されたようなイメージを作りたいというか、破壊と創造ということですね。それはメーカーさんのホームページにも載ってるんですけど、載せとこうと思うんですけどね。他もですね、まあ、全体的にまあこれまでにないようなポップさがグローブに加わってると。プラスなんか僕の好きな久保田っぽい革で、こう芋煮片付けですごいこう変幻自在に変えられそうなグローブなところに感動しております。で、T シャツあります。で、ちょっと来月の視聴者プレゼントにしようと思うんですけど、いただいておりますので、こちらを、視聴者の方に来月のプレゼント企画でプレゼントしようと思いますので、そちらもまたご紹介したいと思います。4つ預かってます。入ってます。 Destroy and Make New Things と、破壊と創造ということです。はい、ね、破壊して創造しようと、新しいものを作れということでございます。で、この中にグローブが入ってますので、まず見ていきましょう。で、軽くね、全部見ていって、その後ね、こんな感じです。はい、ドピンク、これ確かスパイダーピンクとかがそんな名前だったと思うんですけど、大きさに関してはすげえ小型ですかね。これね、わかりますよ。湯もみして皮伸ばしながらつけるグローブですよ。これは明らかに僕の好物ですよ、こういうのは。と思います。はい、その自信があるとかじゃなくて、なんか慣れ親しんだような革ですね、これは。これ見てください。ダブルステッチっていうかね、すげえマニアックなんですよね、作りが。全部ピンクで作ってきたりとかやるなと思いながらやりますね、やりますね。で、大きさに関しては久保田で言うとどれぐらいかって言ったら、まあ 25BS とか 23MS とか、そのあたりの大きさなんじゃないかなって思います。まあ割と小型で操作性が良くて、芋煮片付けですごく化けるグローブだと思っております。はい、次行きましょう。トルラゴンが入ってます。もう1個目ですね。2個目何かな。詳しい説明は後でいっか。おー、こんなのです。はい、これ赤ですね。で、なんか雰囲気で言うとなんか MS4 っぽい、スラッガーっぽい感じですね。 T シャツとめっちゃ合ってます。これもですね、全部赤統一してますね。はい、ね、僕めっちゃ好きですけどね、これ雰囲気といい、グラブの革の質といい、片付けしたらすごく良くなるっていうのが分かってよかったですね。はい、
おお、今度は真っ黒ですね。すげえ。やっぱりなんかあるんでしょうね、そういうコンセプトみたいなのが。あとでじっくり、カンペいただいてるのでそれも見ながら見ていこうんですよ。真っ黒っすよこれ、すげえな。最後、最後何来るんだろう。おーおー、やべえ。でも全体的に小型だな、なんというか。はい、まあ全部の型じゃないと思うんですけどね。はい、こんなソニックブルーかなんか、そんな名前だと思います。かっこいいですね。サマーソニックかみたいな感じですけど、シャキーン。よし、ということで近くで見ていきましょう。はい、ということで売り場に並べてみました。並べるだけ並べてみました。で、違和感なく超異彩を放っております。シンプルですけどグッドでございます。で、まず一つ目、軟式ピッチャー用サイズ中 NDB01PM ということで、こちらの商品でございます。ちょっと見えるかな。はい、こんなのです。全部赤でございます。で、赤と言わずに、このですね、キャンディアップルですね。これはあのフェンダーストラトキャスターの、フェンダーの赤の言い方はキャンディアップルと言います。はい、僕もあのギター持ってますけど、そんな感じですね。で、ステッチもすべてレッドで、別名専用ですね。はい、この辺ちょっと著作権厳しいから P を入れましたけど、はい、お待たせしました。で、こちらですね、内野手用の M サイズでね。あの内野手用はなんか3つあって、大きさがね、内野手は463643543ってことで465っていう感じで、4を4って書いてあるやつはちょっと小さめのセカンド用みたいな、で6って書いてあるのはショート用みたいな、で5って書いてあるのはサード用イメージしてます。で、これもホームページ書いてあるんで見てください。で、これが643っていう風な、型でですね、ソニックブルー、ステッチはオレンジ、レース、これですね、これのレースもただのオレンジじゃなくてナッシュビルオレンジ、コンセプトはですね、ありそうでなかったコーディネートでアメリカンな仕上がりにしましたということで、どうアメリカンなのか僕はちょっとわからないんですけど、これ大きさはですね643、まあ、ショート用みたいな感じで、8PSE とか 23MS とかそっちぐらいの大きさで、まあそんなに大きすぎない感じのグローブだなっていうふうに思いました。ナッシュビルオレンジ、ソニックブルーってことですね。ナイヤサイズショー、あ、これショーですね。これがまあ要するに463ってやつです。はい、かわいい、レザーカラー、ピンクスパイダー、ステッチレッド、レースレッド、女子用にと思って作りましたと、女の子が好きそうな、感じですね。素晴らしい。で、ピンクスパイダーですよ。で、これもはめた感じ、まあさっきのやつよりもちょっと指を短くした感じかなというふうに思います。こう平らにして使うこともできますし、これあの 25PS とかその辺のに近いニュアンスがありますね。かなり僕個人的に好きな大きさでございます。ピンクスパイダー、こちらですね。レザーカラーはすべてジェットブラックということで、ステッチラベルはすべてブラック、暗記黒竜ブラックドラゴン、男は黙って黒と書いてあります。これいいことを言います。はい、かっこいいですよ。これあの前あのブラックレーベルって あったと思うんですけど、あんな感じですよね。いいですね。やっぱりセンスがありますね。こうやっぱり一つ一つコンセプトがあっていいですね。で、これも、NBB01PM、ピッチャー用の M サイズですね。はい、ちょうど中間の内野ぐらいの大きさでございます。こんな感じです。はい、でね、これサンプルお借りしております。で、こちら お返しするんですけど、片付け後はね、こう芋み片付けしてると思うんですけど、かなりこう、この辺も綺麗に仕上がっておりまして、なんだろうな、手なじみもよく、スラッガーっぽさがあるな、スラッガーっぽさがあるなと思いながら、いやでも本当に僕好きな革なんで、こう自分でアレンジしていくのにはあの最適だと思ってます。自分のまあなんていうんだろう、ちょっと微妙にこう加減していって肩つけていきやすいグローブだなっていう風に革質的には思うので、なんかね、すごいそういう意味では楽しみなメーカーでございます。こちらがまあ M サイズなので、まあこっち広くもある程度使えますけど、基本的にこことかこことか、を使っていくようなグローブだと思います。稲妻みたいなマークがついてます。ポップだなやっぱり。うん、はい、ということで、今回はブリッツの、グローブの
紹介でございました。皆さん、あの URL 貼っておきますので、ぜひともですね、ご確認いただけますと大変助かります。ありがとうございました。